ルーベン・ラウジングルーベン・ラウジングは飲料パッケージ製造会社であるテトラパックの創始者の一人スウェーデン南部スコーネ県ヘルシンボリ近郊のラウスでルーベン・アンダションとして生まれるストックホルムスクール・オブ・エコノミック・アンド・ビジネスアドミニストレーションにて学び1919年にコロンビア大学に留学し1920年に理学修士を取得後文具メーカーに勤める 1921年に名字をラウジングに改め、1929年にスウェーデンへ戻り、オーカーランド・ンドルーシングという名の会社を共同設立した。三角水系の飲料パッケージは、1944年3月27日に特許がおり、後にテトラパックとなった。テトラパック社は、ルーベンの子であるハンス・ラウジングとガド・ラウジングに受け継がれた。 一族の多くが英国に住み、英国とスウェーデンの長者番付にランキングされている世界有数の富豪一家である。1996年にはハンスが持ち株の半分をガドに売却し、現在はガドの子供たち三人がグループを引き継いでいる。ハンスは大学時代に経済の他にロシア語を学んでおり、ロシア通りとしてテトラパックの販路拡大に貢献し、個人的に ロシアとウクライナに投資もしていた。ハンスには3人の子があり、長女と次女は研究者であり、事前家としてそれぞれ財団を運営している。長男のハンス・クリスチャンは2012年7月に、ロンドンの高級住宅街カドガンパレスの自宅で、変死した妻の死に関する容疑と、薬物使用の容疑で、イギリスで逮捕されたが、同年8月に2年の執行猶予判決が下され、 薬物中毒治療プログラムの受講を命じられた。妻はペプシコーラの重役の娘で、二人は1980年代にアメリカの薬物中毒クリニックで知り合い、結婚後は主にカリブ海の豪邸で暮らしていた。妻の死とロフパルメ暗殺事件を関連づける報道もあり、妻は生前自分がもし突然死するようなことがあったら、 調査をしてほしいと、知り合いのジャーナリストにメールしていた。エアスペアード・ジェイル、オーバーデッド・ワイフ・ザ・ガーディアン・ハット、大富豪カップル、夫が妻殺害容疑で逮捕ロンドン高級住宅、アフブ、エヴァ・ルーシング、ハド・インフォメーション、オン・マーダー・オブ・スウェディッシュ・ P ・ m ザ・ガーディアン。ありがとうございます。